おはようございます。ここは白崎高原テスト9回駅です。今から白崎高原の終点白崎まで行って白崎高原テストの鉄印をもらいに来たいと思います。またね、景色とかの様子お伝えしていければなと思っております。それではね、列車に乗っていきたいと思います。昨日の動画でちょっとだけ話したところなので、そちらは完結に紹介したいと思います。よろしくお願いします。まあ、言うて画像を出しただけなんですけどね。さて、列車は白崎高原テストの9回駅ですね。9回駅出発です。乗車しているのは私を含めずに10人ぐらいいたような気がします。またね、鉄道ファンらしき人が、まあ、確か5人くらい、3人だったような気がしますがね、琵琶湖京阪那線フリーキープという近江鉄道、白崎高原鉄道は、1日乗り放題という超破格的な切符です。大人は1050円、子供530円で取ります。土日祝限定なんで気をつけてください。なんか発売期間、および利用期間というのがありまして、令和3年、まあ、2020年4月1日から2020年の3月31日までって書いてありますよ。これ延長とかあるんでしょうかね、わかりません。列車見ての通り、山越えの区間に入っております。木屋から信楽宮市の間は 9.6 キロも離れております。いや、なんかこれ乗ってたアーケス鉄道を思い出しますよ。そして初乗り運賃は、驚異的な410円ですよ。これ本当に驚くものです。まあ第三セクターであることからしても高いんですけどもね。まあ JR の運賃で割り当ててみました。 9.6 キロですから、幹線だと200円、地方交通だと210円です。いや、いかにすごいというのか分かりますよね。確かあれって高速道路だったような気がするんですよね。列車15分かけて次の駅信楽宮市に到着です。この駅ではね、誰も乗降しませんでした。これはちょっと悲しいですよね。気はなく簡易的なホームとなっております。信楽宮市の次は雲井です。雲井と信楽宮市で 0.6 キロしか離れてないですね。600メートル。雲井駅にはね、ちゃんと駅舎がありました。多分国鉄自体から使っている駅舎なんでしょうね。近くには民家、まあ家というか、まあ住宅街ですね。住宅街が結構ありましたよ。昔もね、結構利用者がいたんでしょうね。ですが車の影響によってどんどん鉄道の利用者が少なっていき、こうなったんでしょう。そうそう、乗降する人はいませんでした。こういった寂しさを紛らわせるためにダヌキさんがいるんでしょうかね。まあ実際はタヌキの焼け物で有名らしいですよ。これは直地駅、ちょっと撮るかどうか迷ったんですけど、撮りました。ピンボキごめんなさい。そして玉刑事前というところですね。そして列車は終点の信楽駅に到着しようとしております。なんとね、信楽駅で全員降りるというもうすごいというか、わけのわかんないと言いますか、まあある意味すごいことが起こりましたよ。そして列車は終点の信楽駅到着です。ここでね、たくさんのタヌキさんが出迎えてくれました。こんな感じですね。これはね、やっぱね、生で見るとね、本当にすごいと思いますよ。またね、お茶碗、まあ、お茶碗ですね。お茶碗の方を覗いてみるとね、カエルがいました。何でしょうね。それではね、駅舎の方に入ってきましょう。ちょっと今思ったんですけどね、駅舎取るの忘れた。まあ、いっか。支払いはね、列車内ではなくてね、普通に駅員さんに支払うという形ですね。私はそこでフリーキップを買いました。940円でした。駅構内にお土産屋さんぐらいでいいですよね。鉄印ももらったんで折り返しの列車になっていきました。フリーキープはこんな感じ。私のカードケースに入るのでグッドです。いやー、なんかかっこいいですよね。そして今回のお値段は、鉄印はこんな感じ。やはりこの地域といえばタヌキなんでしょうか。このタヌキは本当に可愛いものです。いや、またね、私はね、赤はね、かっこよくて大好きなんでね、この赤の字が本当にいいものです。さて、列車は信楽駅出発です。確か乗車をしていた人は20人くらいいましたよ。結構多かったです。15人くらいだったかな。また、信楽駅は本社となっており、車両組まりました。このように忍者ラッピングの列車を見ることができました。ここはね、直視と駅なんですが、その前の玉刑事前というところでね、鉄道ファンの人たちがね、降りてきました。5人くらいだったかな。パンフレットによりますと、玉刑事駅から徒歩5分、鉄道ファン必見、日本で最初に築かれた本格的なプレスとレスコンクリート、増強量が現像していますってそうです。大戸川橋梁がそのようです。沿線には本当見どころたくさんです。私もね、前、だいぶ前から出していますが、このようなものを見つけました。どれもいいものです。私の地元にある長良鉄道にも出してほしいくらいです。私はね、これが気に入りですよ。以降かより切符払うのは君との思いを残すため、確かに思い出が残るのはいいものです。私はね、切符というより、特急券とか記念入場券とかがそうかな。各駅停車かな。各駅停車でもいいけど、まあ時間があれば、そうするかな。いや、こんなにいいメッセージを見れたのは本当に嬉しかったものです。ありがとうございます。だいぶ山越えの区間も終わり、木深駅に近づいてきました。でも正確にはまだまだ先ですかね。いや、なんかこの景色いいものです。なんかすごいとしか言いませんが、そう思います。
大体1分5秒間 ATC を聞いてくださった方ありがとうございました。列車は終点の木深駅に到着です。ここから JR 六角線に乗り換えます。こんなものがありました。通勤はちょっと優雅に時計で、そして月曜日快適で便利やなって確認でありました。それはそうやって思いましたけど、いやこれは面白い。さすが大阪 JR 西日本って感じですかね。さて今日の動画はここまでで、少しありがとうございました。